皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、ツールの分身になっていませんかというテーマでお届けいたします。ここ数ヶ月ほどですね、営業ツールについてのセミナーを依頼される機会が増えました。営業ツールについてのセミナーとは、名刺、チラシ、セールスレターなど営業に必要なツールを作成するものです。私は20代後半から営業ツールの作成を仕事として行っています。紙媒体のチラシ、名刺、ダイレクトメールなどは4000枚以上を手掛けました。ただし、正式な教育を受けたことは一度もなく、最初は見よう見まねで作成していたというのが本当のところです。その後、チラシ作成の書籍とか、ポップ作成のセミナーで学びました。おそらく何かを習得する一般的な学習パターンとは順番が逆です。普通はですね、書籍やセミナー、先輩などから基本を教わって、その後、実際に作成してみるというのが学習の王道です。このようにイレギュラーな学習のやり方をしたので、何が基本なのか分かるまでに時間はかかりましたが、自分の頭で考えて工夫するようになりました。ただし習得するまでに時間がかかるので、これはお勧めできません。さて、冒頭で紹介した営業ツール作成のセミナーですが、私にとってはですね、分かりきったことが多いのですが、今まで自分でチラシを作成していた参加者でもですね、分からないことが実に多いんですね。つまり昔の私のように見まねで独学でチラシを作っていた、そんな人が多いということです。さて、今日の本物の商売を目指すポイントです。そういった方にお話を聞くと、上手にチラシを作れるようになれば、もっともっとお客様が来店されるという大きな期待があるようです。これはチラシだけではなく、ホームページでもそういう期待を持っている方が非常に多いということですね。そしてとにかく勉強熱心です。ツール作成の情報も収集しているのでよく知っていますし、通常ビギナーでは考えないような高度な質問をですね、される方もいらっしゃいます。最近このような方と接するとですね、心配になることが多々あります。それは世の中からチラシやホームページがなくなったら、この人たちはどうやって集客のための告知を行うだろうかというね、そんなちょっと素朴な疑問なんですが、こんなことがね、現実に起こるとは考えにくいかもしれません。チラシやホームページなどの媒体だけを使って集客しようという方はですね、できるだけ見込みのお客様と直接ですね、コミュニケーションを避けたいようなね、そんな人が多いような気がするんですね。また一人でビジネスを行っている方は、チラシやホームページを使って効率的に集客をしたい。そんなことを考えているんだと思います。私はチラシやホームページをはじめ、名刺、会社案内、セールスレター、ブログ、看板、商用車のね、なんていうんですか、宣伝とかね、ありとあらゆる媒体があなたの分身だと思ってますし、セミナーでもよくお話しする機会があります。しかし、それはあなたが主で、ツールが分身だということを忘れないでください。で、分身はあなたの全てを代弁はしてくれないということです。あくまでもあなたが伝えたいことの 30% から 40% と思っていた方が無難です。ものすごくよくできたチラシでさえも 70% ぐらいしか代弁はできていません。このように考えるとチラシやホームページも大切なんですが、あなた自身が自分の思いや考えをどれだけ明確に口頭で伝えるかが重要です。そして媒体を使わずに口頭だけで相手に伝えてみてください。これが基本でありメインです。これが満足にできないのに、チラシだ、ホームページだと言っても本末転倒です。これではあなたの分身がツールではなく、あなたがツールの分身になってしまいます。あくまでもあなたがメインであることを忘れないでください。いいですか？理想はツールなど使わずに、
あなた自身を媒体として口頭と身振り手振りだけで営業や販売をやることです。そういう人がツールを使えば分身としてしっかりと仕事をしてくれます。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。この辺にですね、秋内はカドカドチャンネルの登録のバナーが出てると思いますので、これをクリックしてぜひ登録をお願いします。